極東鉄道支社は、ロシア鉄道公開株式会社の支社の一つであり、従業員数は5331人である。極東連邦管区に属する沿海地方、ハバルフスク地方、アムール州、ユダヤ自治州、サハ共和国、サハリン州のロシア鉄道線を管轄する。なお、アムール役ウツク鉄道は、ロシア鉄道の直営鉄道ではなく、 ヤクート鉄道による運営であるため管轄外である。極東ロシアでの鉄道建設は1891年5月に開始された。1895年には、ウラジオストク駅とダルネチェンスカ駅の間に、極東最初の鉄道が開業した。1897年には、ハバロフスク駅ウラジオストク駅間が全線、開通した。1916年には、 ハバルフスクバシが完成し、現行のルートが全線完成するとともに、アルハラ駅からウラジオストクへの直通列車の運行が開始された。1900年には5000人以上の鉄道労働者が雇われた。革命後のロシア内戦の期間に極東鉄道の労働者は破壊された鉄橋の再建と緊急輸送路の確保を行わなければならなかった。 鉄道の復旧は1924年から25年の冬に運行の上で最重要であるハバロフスク橋の再建から始められた。1929年には半カ湖半の支線が開通した。1931年にはシビルゼボ駅、トゥリーログ駅間が開通した。1935から36年にかけてスチャンスキー丹田からの石炭輸送の増加のために、 ウグロバや、パルチザンスク間が再建された。1940年には、ボロチャエフカ・コムソモリスクナ・ームウエ艦と、シビルツェボ・バルホロメーフカ間が開通した。1941年には、ビロビジャン・デニンスコエ艦とパルチザンスクナ・ホトカ間、スモリアニノ・ボドナイ間、パルチザンスク・セルゲイエフカ間、バラノフスキーク・ボスデボが開通した。このように、第二次世界大戦開戦までには、 極東鉄道はすでにインフラとして成熟しており、極東への軍事物資の輸送を短期間に行うことが可能になっていた。1945年8月のソ連対日産戦及およびカラフト・チシマ列島の占領の上でも重要な役割を果たした。1947年にはコムソモリスクナームレソビエツカやガバニカンが開通し、 太平洋に出るための第二のルートが完成したとともに、距離も約 1000km 短縮された。これに伴い、サハリン州、マガダン州、カムチャツカ半島への輸送網も大きく改善された。しかし、1975年まではアムール川を渡る鉄橋が未完成だったため、カキは鉄道連絡船で川を横断、陶器は専用のホームから発着しなければならなかった。 1963年には、狂気の南サハリン鉄道局が、極東鉄道局に編入され、1973年には、ワニの対ホルムスク間に、ワニのホルムスク鉄道連絡船が運行を開始した。ありがとうございます。